現地なまりのアラビア語と SNS を駆使し、イラク人の心をつかんだ岩井文雄氏。イラクへの赴任は3年にも満たない短い期間でしたが、岩井氏にイラク国籍の付与を求める請願運動が起きたり、岩井氏を現地の政治家にするべく立候補推挙運動が起きたりと、まさにカリスマ的な人気を有していました。その岩井大使が1月からサウジアラビアの大使に着任したのですが、もともとイラクでの活躍が知られていたことに加え、敬意が込められたイラクでの愛称であるアブーコウジが、アラブでは親しい知人を呼称する際、知人の長男か長女の名をアブー、父の意味の後につけて呼ぶ文化があるサウジアラビアで爆発的なヒットを記録したアニメマジンガー Z やグレンダイザーに登場するカブトコウジを連想させることから、さらに人気が加速。4月6日には BBC アラビア語版でも取り上げられるほどの反響を呼んでいます。関連投稿には、岩井大使の活躍によって日本とサウジの友好がさらに深まることを願う声が殺到しています。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。